はい、どうも VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP ですということですね。本日の動画はですね、試してみた、いや使ってみた動画です。はい、ありがとうございます。いや久々の使ってみた動画ですね。もうちょっといろいろありました。藤川さん100万円事件ね、はい、いろいろありましたよ本当に。そっからね撮った動画です。そこから初めて撮った動画ですね。はい、もう気持ちをね入れ替えてまたやりたいと。藤川さんの動画はまたね今ね一応ねランキング走ってるとか育成がてらにこのランキングをやってるんですよ。もう育成3倍でずっと回してるんで、なのでこのランキングでおそらく多分ねランキングインしちゃうんですよ僕育成してるんで。そこでも藤川さんとってもう100万円分のね価値のある動画を撮りたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、でまあちょっとねお知らせなんですけども、一応ね覇王1位取らせていただきました。はい、ありがとうございます。今日の朝ね覇王1位になってました。金枠です。初めてです。すごくないこれ。金枠で日本一王者。もうめちゃめちゃ映えてないこれ。最高マジで。ありがとうございます。いや、アルタマス。っていうことで本日の使ってみた動画なんですが、こちらの選手です。ローズ選手です。はい。いやまあ結構ね、いつやんねんいつやんねんって声は結構いただいてたんですけど、ローズ選手ね、強いらしいし、マジで。特殊も終わらしてね、B になってるんで、ローズ選手と、このね、今このセカンドがすげえ迷ってて、まあ、もうねチャンス広角アベレージヒッターね、もうめちゃめちゃ強いじゃないですか。これ全部出たら多分エグいんですよね。ミートも多分99になるんちゃうかな。ホームラン37本打ってて高弾道ってのはちょっと不思議ですけどね。パワーヒーでもいいんじゃない、まあ、高弾道の方がね、しかもね、なんかね、意外とホームラン打てるっていう情報も聞いてます。はい。ちょっとリアタイのオーダーいきますね。で、こちらリアタイのオーダーなんですけど、今ね、セカンドここ菊池選手やったんですよ、元は。で、ここ菊池選手からローズに変えたんですけど、僕、菊池選手は菊池選手のままでいこうかなとは思ってるんですよね。いくらローズが入ったため、打ったというよりね。ただね、このローズをこの山田哲人選手と変えるかっていうのも悩んでます、今。まあ、山田選手の方が、けどね、広角ついてないじゃないですか、山田哲人選手って。ただ、ローズって広角ついてるんで、こうなった時に、右の代打で僕、最近山田選手とか山崎選手出してるんですけど、ローズを山田選手に変えるっていう策もあるなっていう風に考えてます。で、山崎武史選手は今ね、中村選手、ノリを育成してるんで、今、ここ、ノリに変わる可能性めっちゃ高いです。はい。てな感じかな、僕の最終的なオーダーで言えば。はい。で、ちなみに、バス、勝利の下つきました。いやもうこれはね最強系、このおかげで覇王1位取ったても過言ではないんで、一発で決まりました。バース勝利の使者、もうこれでね最強決定戦もまたね弾みがついたので、めちゃめちゃ楽しみ。はい、ってことで早速ねローズ初戦いきましょうか。はい、ということで始まりました。ですね、ちょっとね一つ言っていいですか。今ね一つ怖いことがあるんですけど、藤川球児さんが登場してから僕今初のリアタイなんですよ。藤川球児さんが出てからリアタイを初めてやるので、藤川球児さんが出てきた時めっちゃ怖いですマジで。何してんねん。なんで藤川球児さんを多分打てないと思うんで、初見では絶対練習もしてないですし、ちょっとマジで怖い。もう出さんといてほしい、むしろもう練習してないからさ。取ってよーし。で、まあ、ちょっとお話しすると、僕ねクライマックス日本シリーズ結構見に行かせていただいて、まあ、最終戦もね見に行ってたんですよ日本シリーズ。やっちゃった、やばっ、あんなとこ当たった今。でまあね、もう日本シリーズも本当にすごかったマジで、めちゃめちゃ楽しかったわ。村上選手も生で見ましたよ。村上選手も村上コールはできなかった、棒読み村上コールはできなかったんですけど、やっぱり鳴り物禁止、鳴り物とかの応援歌禁止なんで、応援するのめっちゃ見るやんこの人。よし、山田選手のホームランはね見に行ってなかったんですよね僕あれ。よし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 、さあローズのとか、ちょっとねリアタイね5日ぶりなんで、はい、24日ぶりなんで、ちょっとこれ打てなかったも雑魚と言わないでください。はい、雑魚コメントやめてね、雑コメントムーブで、昨日ボーリングしたから右の握力もないです。はい大阪でボーリングしたんで、梅田でラウンド1です。あーよーし当たれ。あー藤川さんまた出さんといてな。よっしゃ来たローズ、広角出ましたね。あ、応援歌入れてない。広角出てるからやっぱ外角に投げにくいんですよね。この2球目は何で来るか。お、え、ローズ、え、ロマって、ロマートローズバリ打ちやすい。え、高弾道旦那飛ぶの。これ藤川さん出てくるんで、多分 A ランクの藤川さん出てくるんで、これ危なー、怖い。もう今藤川さん出てくることが怖いっす今。マジ勘弁して。
よし、超えるやろ。A ランクでも今日ね、なんかね、ドライ君の動画見たんですよね。ミスタードライ君の動画見たら藤川さん結構打ってたんですよ。まあドライ君が上手いってのもあると思うんですけど、結構ポコポコ打ってたんで、まあ意外とやっぱ慣れたら打てるんかなっていう。藤川さんもね、これ誰、デラロサやと思って打ってた。俺ビエイラやん。ビエイラって分かったらもうこっちのもんよ。俺デラロサやと思ってた。お尻周りがデラロサと似てるんですよね。最悪。さあここで筒子、もう一回回ってこんかな。回ってきたやな。ナイスボー、やばい。筒ボール、読みた。ボールやん。もうめっちゃええとこ投げるやん。さあこれ別に点取られてもいいっすね。ローズに回すためには点取られないといけないんですよね。これいいボール。これもう一丁いこう。このスラーブいいわ。これ、あー、これいい。これマジでいい。ダルさんの使い方今の。おお、よう見たな。これどうや。よっしゃー。ダルさんのね、この新ダルの使い方っていろいろあるんでね、面白いんですよね、ほんまに。おお、ナイスボー。いやいいわ、これめっちゃええわ。アウトローギリギリね。これ、わお、あー、よっしゃ。え、嘘嘘嘘、ごめんなさい、ちゃうわい、土下座せい。さあ切れたいピンチ出たな。ただここまあいいか、ここ点取られてもいいから。ダルさんでいこう。よし、このストレート振るんちゃう、ツーシームやと思って。あー、うわ、このオリックスのこのスカイがね、またいいんすよね、球場で聞くと。あの生で聞くとね。取れた、よーい。ってことでこれは多分もうホームランって終わっちゃうんで、次の試合いきますか。応援会入れようかな。ジャストリッキー。僕はやっぱりね、オリックス戦を見たからね、吉田正尚選手が使いたい。マッチョマッチョめーみたいなの。あとね、オドラニアソン、オドラニアソン。よし、本物のダンベルを持ってる人はいなかったです。やってもうた。でもこれ回ってくるぞ、ローズ。下手しい。ローズ回ってきた、ローズ回ってきた。さあローズで決めよう。出た、チャンス降格だ。これ変えるやろ絶対。え、マジか。あ、藤川さんだけやめて。あ、藤川さんやめてよ。おお、中川選手もう体力ないやん。しかも阿部日だけやば。やー、行きましょう。2戦目ですね。応援歌入れてきました。はい、まあ大谷選手がセカンドまで行ったら応援歌流れへんけどね。さあ行きましょう。これはどの菅野選手、シュートスライダー、フォークがあんまり落ちない。ワンシーム、いい、オッケー。これ落ちない、オッケー。フォークあんま落ちないよ。さあローズ、応援歌を添えて。あんま分からんけど応援歌。マウンド上のピッチャーは菅野。おー、あれ、それ取る？ちょっと待って、もう一回回そう、これ。まあ、次は外というパターンもありますから。よし。いや、下がって取れよ今の。ほら、大谷翔平帰ってきたやんか。あれはもうね、突っ込んだらダメっすよ。点差も考えて、まだ0対0。勝負するとこじゃないよあれ、ライト。いやー、うまい。今の間に合わへん判断やったんかな。岡本和真選手ファースト、サードベースカバーもだいぶ遅れてたけどね今初めて見てんけど、あれ普通あれってファースト投げるよね、あの体勢から。先のピッチャーライナー取ったからお詫びかな。どうどう、いやマジか、広角出てなかったか。うまい、多分もう一回回ってくるねこれ。そうですか、うまいもううまいしか言って、おい帰ってこい。おお、さあ特納提出、はい出たはい出る、わい。やばい、これ回ってくるかな、大丈夫か、回ってこないかもこれ。落ちて落ちて落ちて、よーし。おい、何してんねん何してんねん、これやばい。え、サードいった、サードいった。おお、ちょっと待って、これホームラン打ったら終わる。ホームラン打たないようにしよう。お願いお願い、よっしゃ、ローズ回ってきた、これで終わろう。さあいい感じいい感じ、ローズでホームラン打ってコールドで終わろう。これさあ広角出ました。さあマジここ大事、マジ大事。
ました。